どうも、おはようございます。どうぞ我が家へようこそということでご案内しますよ。はい、ということで今日はですね、まあこういう感じで密着してもらうんですけど、美容学校でセミナーさせていただくということで、まあ、ちょっとね朝早くから来ていただいてありがとうございます。見てください、これね人生で初めてこういうなんかあの資料作りました。はい、まあこんな感じで今日はあの皆さんの前でね600人ぐらいの、生徒数なのかなで初めてねやらせていただくんですけども、なんかセミナーみたいなのはね昔長野の美容室のヘアショーでちょろっとゲストでね出演したことあって、それでまあやって以来かな、まあ、こんながっつりしたねセミナーはすごい初めてでね、ちょっとね、まあ、まさかなんか自分がこういうことをね仕事やる時が来るなんて思わなかったんですけども、まあ、ちょっとね今日一日どういう感じでねあの僕がセミナーやるかっていうのを皆さんにねお見せできればと思います。ということでねこれからあの髪セットして学校の方へ向かいたいと思います。何気に言うの初かな、僕のねこれ母校なんですよね実は。はい、でなんか今日が夏休み明けって一発目のなんか授業らしくて、そこでまあなんか SNS のねそういった活用方法だったりそういったセミナーをね、やるので、ね、これからね入っていきたいと思います。行きましょう。美容学校初めてか、ね、動画撮影初めて、すごい美容学生これ作れるんだ。これもね未だに訳わかんない俺も訳わかんない。これはじゃあありがとうございます。あった、おはよう。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうめちゃめちゃ今日楽しみにしました。なんかワクワクしてもらえるようなもうね、ワクワクセミナーにしますんで、はい、あの体験留学でもね、アプリがね、はいはい、YouTuber として活躍してて、はいはいはい、今はもう学生の時から、SNS に触れていないと、はいはいはい、就職してからインスタやれとか YouTube やれとか、はい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 、なるほどですね資格を取るのは当たり前だけども、はいはい、そこは知識的にそうですね、それぐらいもうハサミ持つのと同じぐらい同じぐらいだったらっていうことをいや、ちょっと超大変ですか。手書き、手書き、めちゃめちゃ綺麗なロゴ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。早稲田美容専門学校15期生の、美容師 YouTuber の翔平と申します。全然あのなんか堅苦しいセミナーじゃないんで気軽に聞いてください。はい、ということで、本日お品書きでございます。 SNS、まあ、過去 YouTube ですねのブランディング戦略の基礎知識、まあ、どういったら、フォロワーが増えていくのかとか、そういったお話をしていきたいと思います。まあ、なかなかまだ SNS 興味ないっていう人はちょっとね今日のセミナー退屈かもしれませんが、ちょっとでも興味持っていただければと思います。私はテレビ、雑誌、チラシがメインだったと思います。浅野先生、はい、あのちょうど美容師やられた頃とかは、はい、どうでしたか。こんな感じなの。いや、まさにその通りですね。ですね、テレビ、雑誌、チラシ、チラシ配りとかもやりましたし、はい、雑誌が登竜門みたいな。そうですね。感じですよね。はい、はい、に比べて、まあ、今はですね、はい、スマホ、SNS、スマホが普及したことで SNS が普及しました。インスタ、YouTube、Twitter、Facebook、TikTok ね、ちなみにやってる方。まあ、ほとんど多分ね皆さんインスタかなやってる方多いと思うんですけど、次は SNS の、まあ、ブランディング戦略の基礎知識についてお話ししていきたいと思います。はい、ここがすごく重要な部分になってくるポイントで、あなたの最終目的は何ですかということで、まあ、学生の時にねあの目標も、まあ、こういう美容師になりたいなとかフォロワーどんぐらいになりたいなとかありましたけども、結構やっぱりやっていく上ですごくこう自分の目標とか夢とかっていうのがどんどんアップデートされていくとは思うんですけども、やっぱりどういう目標を設定するかによってすごく発信内容っていうのが変わってくるかと思います。じゃあそうだな、ここで聞いてみようかな。じゃあ iPad 持ってるそこの美容師になると思うんですけど、なんかそういった上での最終的ななんか自分の夢とかありがとうございます。
目的と か, なんか夢ってありますか？最終的な目標というか、はい、自分の夢は自分が初めて美容院行った時に、はいはいはい、感動したのを自分のお客さんに味合わせてあげれたらなって思います。素敵なことですね。ありがとうございます。最終的に、はい、雑誌とかの撮影に参加できるような美容師さんになれたらいいなって思ってます。なるほどですね、はい、ありがとうございます。天久先生はどうですか、はいはい、最終目標。最終目標、はい、高田純次みたいなおじいちゃんになりたい。まあ僕で言うとメンズスタイルをずっと発信し続けて、まあ、僕っていう人間がメンズスタイルできますよって、上手にこういうセットができますよとか、悩みを解決したりとか、そういう発信っていうのをどんどん蓄積していくことによって、あ、この人イコール何々ができる人とか上手な人みたいな感じで、どんどん信用の蓄積が溜まっていって、それでブランディングにつながってくるかと思います。で、まあ、ここ皆さんすごくね悩む部分だと思います。やっぱり美容系だとね、プロの美容師さんにスタイリングとかカットとかでね、なかなか技術面で勝つことができない、結構ねそういう悩みってすごく多いかと思って、ちょっと前まではですね、美容学生イコールヘアセットみたいな、そういったなんか考え方っていうのがあったかと思います。実際に今僕が学生の時もヘアセットってすごい需要があって、なかなかまだやってる人がいなかったんで、ヘアセットやることですごい伸びたかなと思います。けど今ってそうじゃなくて、まあ、美容学生だからヘアセットっていうのはすごいなんかもう2年3年前ぐらいまでだったかなっていうのは自分がやってる中での印象で、それはどういうことかっていうと、まあそのブランディングとしてはすごくいいんですよ。さっきも前のページで説明した、まあ、こういうね自身がどういう人っていう、そういうブランディングとしてはいいんですけども、今ヘアセットやっても伸びないんですよ時代的に。僕自身もそうですし、他の美容師さんとかも年々やっぱりこう再生数っていうのは落ちてきてます、はい、じゃあどんな内容を、投稿すればいいのっていう話なんですけども、翔平さんの、最終的な目標、フリーランスのメリットとデメリット、はい、時代を振り返って気に入りっていうか思い入れのある動画、まあ、だからつまりですね、美容師だからといって美容動画だけではなくて、好きなことを発信してそれに共感されて集客につながるっていうのが、まあ、今の、これから大切になってくる、内容かなって思います、はい。まあ、今回の、ね、セミナーで、まあ、一番皆さんに伝えたいことというか、まあ、その SNS を、ね、活用することに対する大切さっていうのをね伝わって感じていただければなと思います。それでね、おせびせいからもそういったことをやる人っていうのがどんどん増えてもらえればすごく僕も嬉しいですし、まあ、将来のためになるかなと思います。ということで、本日はご清聴いただきありがとうございました。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 終わりましたっていうので、まあ、好きなんですけど、わかった。じゃあ今いて、何やってるの、もしかしたら翔平さん出てくるかもしれないえ、どうしたの出待ちそう、いや、YouTube 始めたいんですけど、なかなか始められなくて、でも翔平さんに名前つけてもらったらもう始めるしかないじゃないですかだから決めてもらおうと思って、あ、じゃあおいでっつって分かった。じゃあ名前がヒロなんで、はい、ヒーローチャンネルでいきましょう。ヒーロー、誰かのね、髪の悩みをね、解決できるとか、人をかっこよくできるヒーローになる、はい、文字とかってローマ字で、ヒーロー、本当のスーパーマンマジですかのヒーロー、自分インスタそれでやってるんです。すごっ、すごくないですか。まあでもなんか考え方が単純なのです誰でも考えるな、めちゃくちゃ今びっくりした。じゃあそれでいいじゃないですか。ヒーローチャンネルのヒーロー、全部大文字でいきましょう、はい、ヒーローの名に伝わらないような、はい、そういったねチャンネル、美容師、はい、なってくださいすいません、なんかちょっと僕なんかが楽しいことです、いや、ちょっと楽しみにしてるんで、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなめちゃくちゃ勉強になります。嬉しいね。ありがとうございました。またなんか機会あったら、はい、お願いします。ぜひ。ということで無事終わりました。どうでした、なんかカメラマン的に何点、今日のセミナーは。
100点マジ？おー、いつも辛口なの、まあ、普段なかなかね喋らない内容をね喋れて、まあ少しでもね生徒のねプラスになればいいなって思いました、ということでありがとうございました。